新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、区では4月からエアーテントの仮設診療所で PCR 検査の検体採取を行ってきましたが、6月24日からはトレーラーハウスでの業務に移行しました。トレーラーハウスは頑丈で断熱性があり、今後想定される猛暑や台風などにも十分耐えられます。仮設診療所では4月の業務開始から6月22日までに158件を採取しており、1日約20件対応することができます。外出自粛要請期間中や東京アラート発令中も、千代田清掃事務所の職員は休むことなくゴミの収集に当たってきました。感染のリスクにさらされながら区民の生活を維持する仕事に従事する、そんな職員に区民の皆さんから感謝のメッセージが寄せられています。たくさんのマスクも寄贈されました。まずは驚きと、あとはやはり感激です。これからこれを励みに頑張りたいと思っています。区内の飲食店が厳しい状況にある今、みんなで千代田区のすべての飲食店を盛り上げる SNS キャンペーン、ごちそう千代田が開催中です。いつも行くお店や応援したいお店の美味しい料理、おすすめ料理を撮影して、ハッシュタグごちそう千代田をつけて SNS に投稿してください。食べてほしいからもっと知ってほしい、そんなあなたの思いを広げ、千代田区の飲食店を応援しましょう。